僕は洗車が嫌いです。そんな僕にですね、商品のレビュー依頼が来ましたので紹介してみたいと思います。手間をかけずに簡単に綺麗にできる洗車グッズご紹介してみたいと思います。ながら洗車さんっていう東京の洗車屋さんみたいですね。 YouTube のチャンネルもありますんで、気になる方はね、ぜひ見ていただきたいと思います。この動画のね、下の説明欄のところにリンクを貼っておきます。まあ、いろいろ見させてもらった中で、僕みたいなズクなしにこれすげー向いてんじゃないのっていうね、とある商品を見つけましたので、それを今回試してみたいと思います。じゃじゃーん、こちらです。ベースポリッシュ&コーティングっていう名前の商品となっております。ながらカーウォッシュ、ながら洗車さんの商品でございます。活水性下地クリーナーって書いてあるんですけども、下地クリーナーでありながら活水性ということで水を弾くらしいんですよ。ということは下地を作りながらコーティングを同時にできてしまうと、そういった商品でございます。これをですね、一体何に対してどのように使うのかと言いますと、こびりついてしまった水垢、鱗、はたまたウォーターデポジット、普通にカーシャンプーで洗っただけでは取れなくなってしまったあのシミみたいなやつですよね。あれをこのベースポリッシュ&コーティングを使うことによってかなり簡単に処理ができてしまうと、そういったもののようです。この使い方とかもね、ながら洗車さんの YouTube チャンネルで動画が公開されておりまして、私拝見したんですけど、あんまり力も入れずにすんごく簡単にこう綺麗になるっていうやつで、こんなん本当だったらすげえ調子いいんじゃないのと思って、それで今回ですね、送っていただいて試してみることにしました。商品の中身としては本体と、マイクロファイバークロスが2枚付いてきます。この緑色の方が最初の処理用で、紫の方が仕上げ処理用ということで、このなんかもう一個おまけか、これはなんか黄緑色のスポンジみたいなマイクロファイバークロスが入ってるんですけど、これはアプリケーター、これはサプライズプレゼントですって書いてありますね。まあ、ただ今回は規定の使い方の通り、こちらのクロスを使ってやってみたいと思います。ちなみにこちらのベースなんですが、これは研磨剤を含んでおります。ただし特殊微粒子研磨剤ということで入っているんだけども、塗装を削り取ってしまうほど強いものではないということで、知識のないね、人が、僕みたいな素人がやっても心配はないというような商品だそうです。これで僕がこの自分の車のですね、どんなところをきれいにしたいと思ったのかっていうところを先に説明しておきたいと思うんですが、3つあるんですよ。で、1つはですね、ボディ全体にびっしりとついてしまっている水垢の鱗汚れですね。もう普通に洗車しただけでは取れないんですよ。でも僕の車ボディカラー白なんで、あんまり目立たないんですよね。まあこうやって遠くから見たら絶対わからないし、近くから見てもですね、結構見方を工夫しないとパッと見わかんないんですけど、よく見るとね、あるんですよ。それがね、去年あたりからもうずっと気になってて、今年もしあれならキーパーかどっか出してポリッシャーで研磨してもらってコーティングでもかけようかなって思ってたんですよ。ただそれやってもらうと、まあ、なんだかんだ10万前後ぐらいかかりそうな感じなので、まあ、だったらこれでなんとかなるんだったらこっちの方が全然安いんで、試しにちょっとやってみようかなって思ったのがまず一つです。もう一つは、皆さんも見たことあると思いますっていうか、皆さんの車にもなってるかもしれないんですけど、ドアノブのところに、自分がドアを開けるときに爪でボディを引っかいてしまって筋みたいなやつがついてるんですけど、それをね、これでどうも綺麗にできるらしいので、そこをやってみたいと思います。で、3つ目はエンブレムですね。後ろのね、この車の裏にロードスターっていうエンブレムがあるんですけど、そこのエンブレムの周りがですね、だんだん汚れが積もり積もって
溜まっちゃってるんですよね。それを孤立でね、きれいにしてみたいと思ってます。以上のね3点をこの洗剤で、なんとかクリアしてみたいなと。 KPC、 ちょっとね昨日天気が悪すぎたんで、日を改めました。で今ね車のボディの方カーシャンプーで軽く水洗いをした状態でこれからベースを使ってね磨いてみたいと思います。違いが後で確認できるようにマスキングテープでね今ここをね仕切りをしましたので、この左側のあたりをやってみて、後でね右側の方とね比べてみたいと思います。ただねやっぱりこのボディカラーなんですけど水垢全然見えないんですよ。どのぐらい綺麗になったのかっていうのが非常に分かりにくいと思うので、一応試しにやってみますけどこの後ねもっと汚れてるところ分かりやすいところあるんでそこもね試してみたいと思います。まずこの付属のフロス裏表がありますね。多分こっちだな。ここへベースを垂らしてそれで磨いていくという感じです。多分よく振った方がいいと思うんでフリーのいきます。こんな感じでいいかな。よし、これで左側の方をね磨いていきたいと思います。よっ、これで、もう研磨とコーティングが同時にできているっていうことなんでそれはすごいですよね。場合によってはこのクロスを最初に水で濡らして絞った状態で始めてもいいそうです。そうするとねもっと伸びが良くなって磨きやすくなるそうです。どのぐらいやればいいんだろう。今のところそんなに大変っていう感じの作業はしてないですね。どうかな、わからん、全然わからんな。これテープ剥がして境目見てみる。お、お、なんか一応境目あるんだけどこれ日向じゃ全く見えないんでこれ後で日陰で見ましょう。紫のクロスで仕上げをします。はい、 OK、 これでこの面はできたはずです。なんか手触りが滑らかになった気がします。もうめちゃくちゃ汚いところやりますか。誰が見てもすぐ分かる汚いところ見えますでしょうか。ここにね茶色の水垢がもうバーッとついてます。これはこう、これ普通に水で濡らしたタオルなんですけどこういうのでいくらこすっても全然もうね取れる気配がないです。今度はね面積がそんなに広くないのでこれぐらいでもね十分だと思うんですよ。これでちょっとやってみます。取れたぞ。ちょっともうちょっと足します。これすごいな。あ、虫来ちゃった虫来ちゃった。しっしっしっし、ちょっとちょっとちょっと消えました。タオルの方はこんな感じでね向こうが綺麗になった分ねバッチくなりましたね。コンパウンド入ってるんでね確かにこういう汚れを落とすには向いているとは思うんですが意外と簡単に消えたのでびっくりしています。今度はねドアノブのとこの爪の引っかき傷にやってみたいと思います。完全には取れませんでしたが結構綺麗になりました。続きましてドアノブのすぐ下にあるドアパンの跡がついちゃってるんでここにやってみたいと思います。これ傷って言っても塗装は残ってると思うんで試しにちょっとやってみます。あー結構目立たなくなったな。綺麗になりました。コンパウンド入ってるからねそれは綺麗になるとは思うんですけどただこれと同時にもうすでにここにコーティングがねかかった状態になっているっていうのは非常に素晴らしいと思います。どうですか、素晴らしい。はい、ついでにね
このなんかドアのこのエッジのとこなんかバッチくなってるんで、これも磨いてみたいと思います。綺麗になりました。最後にこのエンブレムの縁の水垢が溜まってるとこね、この辺とかちょっとこの黒ずんでるじゃないですか、これをね落としていきたいと思います。これをね取ってやると車のなんかこう見た目がね全体的にすごく綺麗になって、新しい車に戻ったかのように見えるんで、こういう細かいところをやってあげるとねいいなと思うんですけど、まあ、ここに爪楊枝あるんでこういう感じでいいかな、こういう感じで、これはさすがにちょっと難しいかな。最後に水弾きをねちょっと見てみたいと思います。その前に境目ちょっと見てみるか。境目よ、いやすいません、ちょっとやっぱりね白ボディだとね分かりにくいですね。それじゃあいきます。右側はですね1週間前にワコーズのバリアスコートをかけました。なので、ね、まだね全然効いてる状態だと思うんですよ。で左の方は先ほどベースで磨いたんですけど、まあ、コンパウンドで磨いたのにこんなに水を弾くということは確実にコーティングがかかっているということなんで、しかもバリアスコート並みっていう感じですね。まあ、ただのコンパウンドでは磨いた後はね別でコーティングをかけてあげないと、まあ、こういうふうにはいきませんので、これがベースの、一番の特徴ということでございます。続いてドアノブのところ辺ね、やりましたんで、この辺もねちゃんと水弾きするかどうか見ていきます。ということでね、ながら洗車さんのベースというね磨きとコーティングを同時にできる、洗車グッズなんですけども、いかがだったでしょうか。確かに割とね簡単にいろんなこびりついた汚れがね落とせるなと思いました。で、まあ、これだったら例えば普通のコンパウンドでもいいんじゃないのって思ったんですけど、まあ、コンパウンドだけだとねやっぱりその後すぐに保護をしてあげないとむき出しの状態、ね、になってしまうので、それはあんまり良くないと思うんですよ。なのでこれはコンパウンドで表面を軽く研磨しつつコーティングが同時にかかるっていうのがこの商品のいいところだと思うので、2つの手間が一度で済んでしまうっていうことで、まあ、非常にお手軽な商品かなと。これはですね毎回やる必要はないと思うんですけども、たまにねちょっとこの辺くすんできたなって思うところがあれば、そのパネルだけでもねやってあげるっていう形で使っていくのがいいんじゃないかと思います。ただ一点ですね、デメリットがありまして、これね結構高いと思うんですよ。Amazon で値段見ていただければね分かると思うんですけど、おそらく3000円か4000円くらいすると思うんですよね。で、まあ、これはねながら洗車さんの紹介動画の中でも言われております。これがね唯一デメリットだというふうにねおっしゃっておりましたので、それ以外には特にデメリットはなくて、簡単にしつこい水垢汚れ落とすことができるし、そのままコーティングもかかって水弾きも素晴らしいということで、ぜひね使ってみていただければなと思います。
今日3月の25日にねこちらの動画公開していると思うんですが、明日26日から、ながら洗車さんの洗車グッズのセールが Amazon の方であるらしいので、リンクの方もね貼っておきますので、ぜひこの機会に、お買い求めいただいて使ってみていただければいいかなと思います。ということで今回の動画は以上となります。さよなら。